オープン TX、RF フリケンシーファインチューンで電波ユニユン、ジャンパー T16 編。前に教えてもらっていたことの覚書みたいなもんです。参考になればいいのですが、今回は GE ラングライトニング 120X でやってみますね。レシーバーは機体の背中のところにあり、この向きでレシーバーの電波状態がわかります。T16 とはすでにバインド済み。FR スカイ T16 互換の AC900 ってレシーバーでしたっけ？バインド完了すると緑 LED だけが点灯します。バインドできていないと、それに加え青 LED が点滅します。モデルセットアップのページ下の方に RF フリケンシーファインチューンがあります。デフォルトは0。数値を変更し、リモート切れを起こす数値を見つけ出します。まずは加減から数値を下げていきます。このレシーバーはリモート切れを起こすと青 LED が点滅します。レシーバーの種類によって表示はいろいろです。バインド中の時とリモート切れの時のレシーバーの状態を確認してから行ってください。 OSD 表示させて確認する方法もありますね。あ、点滅した。今数値はマイナス40、マイナス39に戻してみます。点滅消えた。ということで加減はマイナス39であることが分かりました。メモっておきましょう。じゃあ次、数値の上限を探します。感のいい方はもうお分かりかと思います。周波数の加減と上限を求めて、その平均値を設定しておけば、最も理想的な周波数になるということですね。チンたらやってしまったので、早送りで。数値が89から90になったところで、レシーバーの青 LED が点滅。数値93まで上げちゃってるじゃないですか。 LED を見ながらゆっくり下げていきます。数値を90にしたら青 LED が点滅。ということで上限は89ということになりました。マイナス39に89を足してそれを半分に割れば平均値が求められます。答えは25ですよね。あれ、まあ多分合ってるでしょう。ということで RF フリケンシーファインチューンの値を25にして最も理想的な周波数になったはずです。レシーバーごと個体ごとに数値は異なるかと思います。モデルファイルを機体ごとに作って、その都度 RF フリケンシーファインチューンを行う方がよりリモートが安心できると思います。ご視聴ありがとうございました。